皇太子さまが世界水フォーラム出席のため、ブラジルに到着し、現地の日系人から歓迎を受けました。皇太子さまは18日ブラジルの首都ブラジリアに到着し、農業研究施設を視察されました。施設は日本の支援で荒れ地を農地や牧場として整備した場所です。 皇太子さまは説明を受けながら大豆やコーヒーの畑を熱心にご覧になりましたその後、大使皇邸を訪れ日系人の代表者53人一人一人,人に声をかけられましたブラジルの日系人は4世、5世が増え日本の文化を忘れている人もいるという話が出ると日本文化が普及すると良いですねと話されていました。